濃度によって好き嫌いが入れ替わるんですよ。人間だとインドールっていう物質があるんですけども、それは薄めるとジャスミンみたいな香りになるんですね。これ濃くすると大便の匂いがするんです。そうなんですか。不思議でしょ。でも同じ匂い物質なのに、っていうのを経験的には分かってて、で研究進んでなかったので、生物で線虫で研究したいと思ってて、でそういった線虫でも同じ匂いで、例えば教科書的にはこれは線虫好きな匂いなんですって書いてあっても、すごく濃くしていくと嫌いになるとかっていうのを発見とかしてて、なのでそういった匂いだと好き嫌いを調べるっていうこの解析を最も達観したと思ってたので、うまくいくかどうかの試行錯誤みたいなのが自分が一番上手にできると思ってたので、で、おそらくガン特有の匂いの中にはその餌に似た匂いがあるはずで、だから寄っていくんだと思う。はい、出てそれが血液を巡って尿にまでこう運ばれてきてるんだろうと。まずですね、ガン種によって匂いが違うって言われていて、それはガン探知機の研究とか言われてるんですけども、で我々が線虫で調べてみても確かに眼虫で匂いが違うように見えてるんですね。で匂いが違うんであれば、匂いを受け取るのは受容体って言うんですけど、その受容体も違うはずなので、種類も違うはずなので、受容体を同定することができれば、例えば大腸がんに反応する受容体ですとかっていうのが分かれば、こうやって例えばたくさん働かせると大腸がんだけでものすごく寄ってく線虫とか作れると。今そのがんっていうのは不治の病だとみんな思ってますよね、はい、ですから検査行ってがんって診断されたら死刑宣告なんですよね、なんで癌検診に行かないんですか、第5位ぐらいにがんと分かるのが怖いからっていうのが出てきてるんですよね、でそういうのを払拭したいと思っていて、でこのエドモンドが実用化されていくとどうなるかっていうと、早期発見するがんの方が増えてくるので治るわけですよね、そうするとむしろがんって分かってよかったっていうのが来るんじゃない、っていう時代になるんじゃないかと思っていて、そうするとがんって言われるのが怖くてって怯えてる人たちが検査に行って早期って分かって、ああよかった治るんだみたいな感じになってくると、そのがんに対する人間の見方が変わると思っていて、それだけでも人生豊かになるというか幸せになれるんじゃないかと思っていて、人間のがんに対する見方が変わるっていうのががん検査という意味でのゴールですね。